JR 東日本209系電車ボソ、バイシクルベースボソバイシクルベースは東日本旅客鉄道が保有する乗って楽しい列車用の鉄道車両である。千葉県の暴走地区ではサイクリング客の需要が高まり自転車を電車に積んで暴走地区に向かう乗客が増えてきた。しかし通常の電車は法律上自転車の積載に制限があり分解もしくは折りたたんだ上で 和行袋に収納して持ち込むものに限られていた。これに対応すべく、2013年からは、JR 東日本千葉支社が、サイクリングイベント、ステーションライドイン南房総を企画。209系の釣り棚釣り手に自転車をぶら下げるための、紐を用意して自転車を分解、折りたたみせずに持ち込める、団体列車、サイクルトレインを運行してきた。しかし、 サイクルトレインの人気の高まりの一方で、作業スタッフによる自転車の積み下ろしは、停車時間が確保できる駅に限られていたことから、サイクルトレインに充当するための専用車両として、企画されたのが、本車両である。列車相性の、ボーソバイシクルベースとは、お意味し、電車そのものをサイクリングの基地にしようというコンセプトを表している。ベースとなった。 南部線那覇53編成京品東北線時代の裏24編成座席とサイクルラックドアと窓が埋められた4号車209系2200番台の6両編成2017年2月に E233 系8500番台に置き換えられて運用を終了した南部線中原電車区所属那覇53編成6両 所属裏24編成を2009年7月に、転用改造を、大宮総合車両センターで再改造したものである。当該編成は2017年4月12日付で、中原電車区から幕張車両センターに転属し、J1 の編成名が与えられた。同年6月から改造工事が行われ、同年9月28日に竣工した。再改造に伴う、 バンダイ区分等の変更はなく、京浜東北線から南部線への転用改造時に、改版された車両番号が維持されている。実際の改造作業は、JR 東日本テクノロジーが中心となって担当。サイクリング用自転車はタイヤが多種に及ぶため、自転車固定ラックの幅などは自転車メーカーと競技の上、決定した。ただしロードバイク及びクロスバイク向けに、 限定しているため、シティサイクルやマウンテンバイク、ミニベロ、リカンベント、三輪型などはラックへの積載は想定されていない。編成全体での座席数と自転車搭載台数は99ずつ。車外の外装に大きな変化はないものの、車体塗色はコンセプトである。基地をイメージしたグレーを一面に広げ、ロゴ、号車番号。 BB ベースオリジナル自転車をアクセントにしたデザインが施される。4号車を除く5両は、扉間に4人掛けと2人掛けの大型テーブル付きボックスシート1組ずつを配置し、立山駅、銚子駅寄りの妻部にも2人掛けのシートを配置。座席はリクライニングこそできないが、E5 系以降の JR 東日本所属新幹線車両と同様、枕部分は上下させることが可能。 テーブルには充電用のコンセントを人数分設置。すべての座席の背後に自転車を立て置きできるサイクルラックを配置する。サイクルラックは自転車積載時に列車特有の揺れに耐えられるほか緊急停車の際に自転車が倒れないなどといったサイクリストの視点を考慮した設計となっている。二号車は車椅子対用の大型トイレが備えられている関係上。 他の車両より定員が1名少なくなっている。4号車は乗客同士が交流できるフリースペースとし、一部の扉や窓を埋めた上でロングシートとパイプベンチ、大型トイレ、洗面スペースが設置される。洗面下招待機器は E2 系の廃車発生品を流用している。ビンディングシューズ着用のまま乗車できるよう、う全車両に、 滑り止めが施されたゴム床材を採用している。なお、既存の幕張車両センター所属車両との並結は行わないため、先頭車への電気連結機、自動解決装置は搭載せず、廃送機も京浜東北、根岸線時代のものから交換せず、都職の変更のみにとどまる。2018年1月6日以降、週末に両国駅を発着して、 暴走方面に運行される団体列車、サイクルトレインに充当されている。全席が日帰り、または宿泊付きの旅行商品として発売されている。同年4月からは、両国駅に加えて、津田沼駅や千葉駅からも乗車できるようになった。2019年3月2日、出発分より途中乗降駅の見直しを行い、津田沼駅、千葉駅から本千葉駅、 東千葉駅方面に変更された。週替わりで4方面に向けて運行される。運行開始にあたり、両国駅3番線ホームの改修と、改札口を通らず国技館寄りの道路からホームに直結する利用者専用通路の整備を実施。また2018年3月17日より、両国駅前にて、ロードバイクやレンタルバイクのレンタルサービス及び修理サービスを開始した。 ありがとうございます。